月曜日は野菜と果物の新鮮情報ベジトクです。早藤さんお願いします。はい、今日注目するのはこちら人参です。はい、お餅を使わずにもっちりとしたメニューを作ろうと思います。お餅を使わず、はい、もちもちメニューが出来上がるんです。はい、三直一お日様一の新谷ひろ子さんにレシピを教わりました。今回使うのは色鮮やかな人参です。はい、人参です。はい、人参は一年中出回っている感じですけれども、今の時期が一番甘みも増して美味しい時期なんです。はい、今日はこちらの人参を使って人参餅作っていきましょう。餅ですか。はい、お餅ができるんですよ。もちもちです。不思議。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは材料です。2人分で用意しています。はい、人参、片栗粉、ライスペーパー、人参の葉、ピザ用チーズ、あと調味料になります。じゃあまず人参をすりおろしていきましょう。はい、お願いします。もう皮ごとすりおろしますよ。皮ごとで、はい、いいですね。はい、皮は薄いからそのまま使って大丈夫ですか。そうですね、はい、皮にも栄養がありますのでね、はい、なるべくそのまま使ってください。はい、じゃあ人参が 150g すれましたので、はいはい、こちらに入れて、はい、片栗粉結構多めですね。はい、はい、そしてピザ用チーズを入れてください。混ぜていきます。人参嫌いの、ね、お子様なんかにも、ね、これは食べれると思いますよ。チーズが入ると食べやすいですね。はい、じゃあ、こちらを6等分していきましょう。そしてその間にライスペーパーを水に濡らしますよ。はい、ライスペーパーで巻いていきましょう。はい、はい、どうぞ。ちょっと置きまして、はい、少し手前に、はい、手前に平らに、はい、そして下から巻いて、はい、はい、で横を畳んで、はい、はい、はい、で一回巻いて、一回巻く、はい、そして葉っぱを乗せましょう、そこに、はい、ね、ぎゅっと、はい、ぎゅっと、ぎゅっと、はい、うん、でこんな感じで、はい、緑もあって、はい、色がいいですね。じゃあフライパンが温まりましたので、はい、オリーブオイルを、はい、入れますね。うん、くっついてしまうので、はい、離して置いてください。離して、はい、はい、よいしょ。ひっくり返しましょう。はい、よいしょ。はい、はい、いい感じですね。こんがり色がついてますね。オレンジ色もかなり濃くなってますね。そうですね、はい、これで人参餅の完成です。ではいただきます。うん、想像以上にもっちり、本当にお餅食べてるみたい。人参の甘さがしっかり感じられて美味しいです。しかもこの人参の葉っぱまで余すところなく使えるレシピだから鮮やかさもあって嬉しいですね。選ぶ際のポイントは何ですか。はい、人参の色の鮮やかなものを選びましょう。色が濃い方がベータカロテンがたくさん入っています。はい、葉っぱ付きのものを買われた時は葉っぱも一緒に食べましょう。はい、はい、栄養豊富な人参でぜひ作ってみてください。このレシピは人参だけでなくて大根やレンコンなどでも美味しくできちゃうそうなんです。ライスペーパーでもちっと、はい、ね、秘密はそこでした。うん、ぜひ作ってみてください。